次のプレゼンテーションはスマホが命を救う登山地図アプリのユーザー参加型 DX 登山者コミュニティを通した共助の仕組みと題して株式会社ヤマップ執行役員マーケティング戦略本部長小野寺宏さんに発表いただきます。それではよろししくお願いいたしますスマホが命を救う 登山地図アプリのユーザー参加型 DX、登山者コミュニティを通した共助の仕組みについて YamAP より発表いたします。YamAP は電波の届かない山の中でも現在地がわかる登山地図 GPS アプリです。右の地図画面を見てください。赤い線が登山道、真ん中にある青い点が現在地、また、 青い線が歩いてきた道ですこの地図を利用することで道迷いそうなのを防ぎ登山を楽しむことができますヤマップを使うと通ったルートや標高写真などを記録保存することができますこの記録は他の登山者も閲覧できるので多くの方の参考になりますさらに 他の登山者へ共有したい注意情報も地図に記すことができます。この地図を見てください。ピンク色のアイコンは、登山者が注意を促す印としてコメントを残してくれたものです。例えば、右の写真を見てみると、倒れた案内板があるのがわかります。このような場所に、登山者が大石方面に向かうなら、この崖を、 左に降りますと、他の登山者の役に立つ注意喚起を行ってくれているのです。さて、ヤマップは現在三百七十万ダウンロードされており、私たちはこの圧倒的な行動データ量を社会課題の解決に生かしたいと考えています。ところで、日本において一年間に山で遭難する人、 何人いると思いますか実は、毎年約3000人が山で遭難しています。しかも、そのうちの4割は、道迷いが原因です。ヤマップは、この道迷い遭難を、本気でゼロにしたいと考えています。さて、ここからは、ヤマップのユーザー参加型 DX。 登山者コミュニティをを通しした教授の仕組みについてお話をしますまずはヤマップのユーザー参加型 DX の事例としてビッグデータから日本一道迷いしやすい登山道を発見し回収した事例をお伝えします私たちは2021年に日本一道迷いしやすい登山道を5箇所発表しました本日はこのうち 神奈川県と山梨県の県境にある大会議山にフォーカスして紹介しますこの写真を見てくださいこの尾根をまっすぐ歩きたくなりませんか実は正しい登山道は右ですこの写真は登山者が自身の写真を丸とバツをつけて加工した上で投稿してくれた写真です 具体的にはこの場所にありますでは登山者が実際にどのように間違えているのかを見てみましょうまず正しいルートはこちらです次に間違ったパターンですこの方はすぐに気がついて引き返していることがわかりますまたこの方は150メートルほど進み 引き返しています等高線を見てみるとだいぶ下ってしまい上り返していることもわかりますこのように道迷いは疲労にもつながりますこの方は登山道がない場所を無理やり突っ切っていますこのように登山者が実際に歩いた軌跡を地図上に示すことでどのように間違っているかを可視化し ここが日本一道前をしやすい登山道であることが判明しました。この不名誉な登山道ですが、テレビのニュースでも取り上げられるほど注目が集まりました。その結果、この登山道が今はどうなっているかと言いますと、このように浦安峠と方向を示す案内標識が一本設置されています。 ヤマップの情報提供を受け地元の団体が設置したものですその後案内標識が設置されたことで効果があるのかを分析してみましたこちらは登山者が歩いた軌跡を記したものです赤枠の中を見てみると標識設置前は間違っている履歴が多くありますこれが 標識設置後にどうなったかというとなんと道を間違える人がいなくなりました標識設置の前後に登山者が実際に歩いた軌跡を比較して表示することで標識の効果を可視化することができました従来は効果が分からなかった標識設置に対して地元自治体の行った価値を可視化したとも言えます さて、この DX 推進プロジェクトには、登山者の報告、協力が欠かせません。そこで、このような有意義な投稿を継続してもらうための工夫として、他の登山者から参考になったと感謝の報告が届く仕組みを構築しました。これを励みにして、また次も役に立つ情報を提供しようという 登山者のモチベーションにつなげています。褒めて励ます仕組みこれこそが心の通う DX のヒントですプロジェクトの実施体制と人材組織マネジメントについて述べるとするならばこのプロジェクトの主要メンバーはヤマップユーザーですユーザーがヤマップを使い ユーザーが道迷いしやすい場所を見つけ、ユーザーがその情報を共有するという、登山コミュニティを通した循環する共助の仕組みを成り立たせています。価値創造のためのデジタル活用のポイントは、ビッグデータをもとにして可視化を進めたことです。膨大な登山道の中から、道迷いを誘発しているポイントを探し出すことはとても難しいことです。 まずこれを登山者の投稿という最も現場に近い声によって特定できたことに価値があります。さらに、たった一本の案内標識で道迷いが防げることをデータによって実証することで、従来は可視化することができなかった効果を誰もが確認できるようになり、施策の再現性を高めることにつながりました。さらにその後、 日本一道迷いしやすい登山道2022年版として抽出したワースト5カ所も自治体や警察などに情報提供をしました。地元の山道をよく知る方からは必ずこう言われます。まさかこんなところが道を間違えやすい場所とは全く気づいていなかった盲点だったとその後各地域で対策がなされ結果 道迷いしやすい登山道は、道迷いゼロの登山道に生まれ変わりました。このようにして、ユーザー、自治体、警察や救助機関を巻き込んだ DX を実現、ヤマップは単なる登山地図アプリを飛び越え、命を守る山のインフラとなっています。次に登山者コミュニティを通しした教助の仕組みとして 遭難した登山者の位置情報を家族に知らせ、救助した事例をご紹介します。まず、遭難者の位置が分かる仕組みについてお伝えします。電波の届かない山の中でも、ヤマップユーザー同士がすれ違った際、スマホに搭載されている Bluetooth によって、ヤマップユーザー同士がバックグラウンドで自動的に通信し、その地点の位置情報、つまり、軽度、 井戸情報を交換します,すれ違った一方の人が電波がつながるエリアに入ると自動的にお互いがすれ違った時の位置情報をヤマップのサーバー上へ送信これによりもしすれ違った誰かが遭難した際捜索範囲をぐっと絞り込むことができるので早期発見につながりますこちらは実際に遭難者が発見された事例です 正しいルートはこのオレンジの丸の方向です。遭難者は登山道から大きく離れた場所に最終の位置情報があり、この場所で発見されました。実はこの遭難された方は、発見された時にはお亡くなりになられていました。遭難が発生し、1週間後にご家族からヤマップに相談がありました。ヤマップでは、 相談があってから10分後に遭難者の位置を確認この情報を管轄する警察署へ共有しましたもしもっと早くヤマップに連絡があっていたならばもしかしたら助かった命かもしれないと今でも悔しい気持ちでいっぱいです私たちヤマップは一人でも多くの命を助けるためにも登山地図アプリを普及させていきたいと考えています こちらのプロジェクトの実施体制と人材・組織マネジメントについて述べるとするならばプロジェクトの主要メンバーはやはり YamAP ユーザーの皆さんです。YamAP を使いユーザー同士がすれ違うことで情報が集まり遭難者を発見する使う人が多くなればなるほど安全網が強固になる仕組みとなっています。 価値創造のののののためのデジタル活活用用ポイントトは登山者同士の共助ネットワークの活用ですユーザー同士のすれ違った位置情報を自動的に交換するなどユーザーに特に意識させずかつ手間をかけさせることもないデータ収集が有効でしたまた従来はレスキューする側も山岳遭難があった際には登山口から頂上まで ま遍なく探す必要がありましたがヤマップを使うことによって捜索すべきポイントを絞り込み地図上で視覚的にもわかるようにしました現在ヤマップへの遭難救助相談件数は年々2倍に増えています救助機関が1週間かけて発見できなかった遭難者の位置をヤマップの機能を使って10分で発見し救助をサポートしました まさにこのユーザー同士の情報提供が遭難者の命を救う共助の仕組みとなっています。最後にまとめます。本日はヤマップのユーザー参加型 DX、そして登山者コミュニティを通した共助の仕組みについてお話をしました。ユーザーとの競争によって価値の最大化を目指し、ヤマップは。 本気で道迷い遭難をゼロにしたいと考えています。以上で株式会社ヤマップの発表を終わります。ご静聴ありがとうございました。小野寺さんありがとうございました。それでは質疑応答に移ります。 審査員のお二人からご質問を頂戴したいと思いますがそれでは矢子さんからお願いできますでしょうかはいご説明ありがとうございました、えー、とあの非常に社会意義の高い取り組みであの近年お話題になっているのもあのよく存じ上げてますけれども、えー、とこのヤマップアプリの利用促進施策というものはどのように行っておられるのかというのが一点またあの収集したデータの分析であるとか活用については 当然ながら個人を特定しなければあ、その方がどこにいらっしゃるのかというのが分析できないと思うんですけども、そのデータ分析に際しての個人情報の利用であるとか活用については、どのような方針で運営されているのか、それをお知らせいただければと思います。 はい。ありがとうございます。ヤマップのお寺から発表させていただきます。えっ、ー、と、まず利用促進なんですけれども、えっ、ー、と、実はですね、登山に行く方々って結構多くの方々がグループで行かれたりします。で、グループの中の、例えばリーダー各の人が、ヤマップいいよというふうに言ってくれると、グループに一気に広がっていく、口コミの力で広がってきたというのが、 ありますで、今370万ダウンロードな,なんですけど、150万ダウンロードまでは、ほとんど広告を使うことなく、口コミによって広がってきました。で、その後広告を、まあ、よく登山に行かれる方は、事前に山の情報を調べますので、その調べるっていう行為に対して、検索の広告を少し出していくっていうふうなこと、あるいはメディアによく取り上げられますので、メディアに取り上げられると、またダウンロード数がぐっと増えていくというふうなことで、まあえっと、次から次に、えー、人が人を呼ぶというふうな仕組みで、えっと、ダウンロードが増えていってる。 これが利用促進の大きなエンジンになっていると。これも結構、他力なんですけども、えーと、いいものを作ると他の人が本当にいいから使ってみないよっていうう進めてくれる、これのエンジンを回していくことを、我々は利用促進の主軸にしております。次に、えー、とデータ分析のところなんですけども、おっしゃる通り、我々個人情報を持つことになりますので、もし、 えっと、一般の、例えば、遭難されたご家族の方から、直接我々に問い合わせがあって、情報を探してくれないかって言われても、その情報を直接ご家族に返すことは一切ありません。誰に返すかというと、レスキューする方々、例えば警察の方々とかに、管轄する警察の方々とかに情報を返すということで、その毎日情報がどこにあるかって結構プライバシーにかかる問題だったりもしますので、そこのセキュリティも万全にしてですね、返す相手を特定する、というふうにしております。 はい、ありがとうございました。非常に、あの、プライバシーにも配慮された、うその上で人命を救助するという二律相反し,しそうなああ、課題に対しても解決の糸口を見つけておられるなというふうにあの思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。平子さん、テラん、ありがとうございます。それでは次に市川さんからお願いできますでしょうか。はい。 え本来ですね、登山の楽しみのための,あのアプリなんだったと思うんですけれども、それを遭難防止というその社会的課題の解決に活用しているという点がとてもユニークだというふうに思いました。で、えっ、ー、と、や、ま、こ、あ、さんの最初の質問とちょっと似てるんですけれども、あの、 まあ他にも登山アプリってあると思うんですけれども、あのヤマップを使いたいっていうところに、まあ、そのルートがいろいろ残せるからっていうものが、まあ、多いかと思うんですが、それに加えて、えーまあ、一部でもいや何かあったときはヤマップが一番だからっていうような割合もあの一定程度あるのかなと思うんですけれども、そういった傾向っていうのはありますでしょうか。ありがとうございます。あの これですね、えっ、ー、と、ヤマップの登山地図、まあ、アプリ系のですね、シェアが実は75%。 ありまして、えっと、もう圧倒的なんですよねでそうすると、この数が多い、我々は別に数が多いことを自慢したいわけでも何でもなくて、ですね数が多いってことでできることがどんどん増えていきますと、今のような見守り、ネットワークってところも数が少ないとまずできないんですよ。で山に行くと山ユーザー同士で本当に頻繁にすれ違って、えっと、例えば1回高尾山とかに行くとですね、えっと、数十人どころか100人近くすれ違うことも実際にはあったりします。ここういうふういいなととろが安全が安安全全を呼ぶというか他の人 人が知らないうちに他の人をあの見張るじゃないですけど、見守ってくれるという関係ができているので、まあ、こういうことを、まあえー、世の中にアピールしていくと、まあ、じゃあヤマップを使った方がいいよねというふうになっていく、まあ、そんな、えー、仕掛けを作っているというところはあります。こちら実際にユーザーミーティングとか、まあ、ユーザーの会みたいなことをやって、この話をすると、やはりですね、やもっと他の人にもヤマップを進めたくなったとっいうのが大体9割ぐらいなんですよね。な,なのでここういういがやってることを、まあ 隠すわけじゃなくて、オープンにしていくことによって、ユーザーさんがまた熱狂的なファンになってくれるというふうな、そんな仕組みを作っているところも特徴的かなと思っていますはいあの活動、まあ、非常にそのシェアが高いということもありますけれども、その無料の部分とその有料の機能とあると思うんですけれども、まあ、この機能は、あのまあ、相難はあの誰でもされるんだと思うんですけれども、えっとまあ、結果的に、 全体の,その利用者数が多くなって、まあ、有料で利用する人が増えてくると、まあ、よりこうあの、まあ、社会的なあの課題解決にもまあお金がいくのかなと思うんですけれども、有料のユーザーさんというのは増えているんでしょうか。はい、非常に増えております。えっと、マンスリーのです、ね、活動されている方々の20%ぐらいは実はもう有料の方だったりするので、非常に多いと言っていいと思います。アプリの市場で20%、えー なんだ有料会員、そ,そう多くはない世界だと思いますので、まあ、比較的熱狂的な方々、しかも先ほどありましたけど、やっぱ命がかかってたりするので、まあ、本気度が違うというところもあって、このぐらいの割合になっているというのはあるんじゃないかなとわれわれは分析しておりますなるほど、よく分かりました、あありりががととううごござざいいまますすありがとうございます。 それでは視聴者の方からもですね感想ご質問を寄せられておりますのでご紹介させていただきます、えー、素晴らしいですね現在は危険の可能性があるという理由で世の中から消えてしまうものがある中リスクを減らして人々の豊かさを守る事業に感動しました、えー、質問ですけれども命に関わるという点で ユーザー様の提供情報の正確性が気になりました。ぜひ教えていただけると嬉しいです。というこういったご質問ですけれども、皆さんいかがでしょうか？はい、ありがとうございます。先ほどあの道迷いしやすい地点とかにまあ、ポイントを打つっていう話をさせていただきました。で、これですね。あの、先ほどまあ画面のところに実ははいの話だけしたんですけど、役に立ちましたか？で入ってあるんですけど、役に立たなかったっていういいえってボタンもあるんですよ。 これがたくさん押されていくと、事前に淘打されていく。つまりそこは、例えば、その時には危険だったかもしれないけど、今は道が整備されてて安全だよってなれば、家が押されていくとか、一定期間押されないと、そこの評価が下がっていくんですね。これによって自動的にそれが淘打されていって、表示されなくなるというようなことも今あったりするので、比較的こう、デジタルデータを使いながら、自動的にそれが淘打されていく仕組みを作っているというところもあります。 はい、即時性がどのくらいあるのかっていうのは、まあ、その場所によってだいぶ変わったりはするんですけども、一応その安全性の担保っていうところも、えー、ビッグデータならではのやり方で、えー、たあのやっていこうかなというところで今進めております。